最近テレビで見たんですけどもね、なんかみかんを食べる前にこう揉んだ方がね、甘さが増すらしいんですよ。はい、お疲れ様でございます。今回もね、ダイソーで面白い商品を見つけましたので、これを紹介していきたいなと思います。水に沈んで光るインテリアライト。何回これ取り直してるんですか。グラデーション、色が次々と変わりますと、この順番みたいですけど、白、紫、青、黄色、なんか濃い青、緑、赤。そして電池なんですけども、36時間から48時間。すごい、アバウトですね。これ12時間の差が、そんな電池に差が出るんですか。そしてこの商品ね、なんと2つ入ってます。そして電池も多分入ってます。入ってますね。テスト用電池が入ってます。それでは早速開封していきたいなと思います。ちょっとね、ワインとか飲まないでね、家にグラスなんかないんですけどもね。これ下に、はい、それでは早速使っていきたいなと思います。これなんか回す、そうですよね。なんかやっぱり水が入らないように、このパッキンみたいなのがついてますね。そしてこの絶縁シート、これを取ると、そうですね、この電池が1個入ってます。3V、CR2032。早速、これスイッチとかないんですね。急に始まる感じですね。急に始まりますね。これ電気消してみましょうか。ちょっと部屋の電気を消してみて。緑青割と間隔が長いですか。紫、ちょっと部屋の電気完全に消してみますね。これブルーですね。はい、緑の下り、これもまたブルー。そしてライトがね、結構壁の方まで広がってますね。こんな感じですかね。はい、というわけでこちらの商品2個で100円で購入できますので、水の中に入れてもいいんですか。これちょっとその動画は別の動画の方をね、ちょっと水に入れてみてもよかったんですけどね、今冬なんでちょっと寒いんで、この水につけた動画、それはちょっとね、他の YouTube の動画を参考にしてみてください。すいません。ちょっと雪が降っててね、寒いんでね、ちょっと水は触りたくないというか、はい、これはちょっとね、もう使うことはないかもしれないですけども、ね、なんか別の動画でまた登場するかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。